どうも滝道でございます。久しぶりに外ロケをしております。今日は実はですね、僕、普段野球観戦をするんですけど、実は球場を巡るっていうちょっと趣味もございまして、今日ちょっとあるところに来てみました。しまったらもうちょっと前から撮れよう。ということで、三好近世スタジアムです。ここは広島県は三好市ですね。近世スタジアム。ちょっとすいません。前からちょっと、お客さんとか来てたんで、僕にね、モザイク処理とかっていう、ちょっと技術はないのでね。いやー、懐かしいですね。実は僕、何でしたっけ、学生野球の時に一回訪れたことがありまして、僕はちょっとその時はスタンドメンバーだったんで、実際に中では試合してないんですけど、でも一回来たことがある球場なのですごいですね。あ、新岡さん、福原さん、田中さん、おお、そうそうたる、そうですね、三好市出身ですもんね。出身なのかな。適当なこと言っちゃいけないなんて。最後に行われた、多分広島対中日が4年前か5年前ぐらいあったのだと思うんですけど、で結構球場が競り出してるような感じなんですよ。ちょっとね、中入れればって思ったんですけど、中行けないから、ちょっと外から回ってみましょう。はい、ちょっと移動してみました。ちょっと入れないですね、これは。ライト側入れるかな。こんな感じで内野はこれぐらいならどうだ。あ、いいですね。ここは車椅子席になるのかな。この先がちょっと、あ、でもすごいな。確か全部、ごめんなさい、ちょっと話の途中で切れちゃいました。入れましたね、外野の方は。こんな感じですごいですね。これ確か僕らこの時応援してたのが三塁側だったんですよ。なんで一塁側はちょっと初めて来ました。すごいというか、むっちゃ傾斜感、この辺すごいですね。むっちゃ競りでした。まずはこれ、この辺が A 席 B 席ぐらいになるのかな。でホームが背もたれがありますね。いやーすごい、結構近く取れますわ。すごいですね、両翼 100m の122なので、普通にナプロとしてやる球場としては全然広いですよね。いや僕も一回プロ野球ここで見たいなと思ってるんですけど、最近ですねここでないので、いつか見てみたいななんて思ってます。いや普通にすごいな。確か1万6000人ぐらい入るんだったのかな、この球場。ちょっと何か忘れましたけど、こうやって時々球場巡りができたらいいなと思いますんで、またどうぞよろしくお願いします。では三好から滝道でした。